住宅街に鳴り響くサイレン、車のフロント部分を包む炎。炎は人の背丈よりも高く上がり、消防が数人がかりで消火に当たります。午後7時前、恵庭市白陽町3丁目で駐車中の車から火が出ました。目撃した人によりますと、運転手の女性が走行中に異変に気づき、駐車場に避難し通報しているときに火が出たということです。火はおよそ30分後に消し止められ、けが人はいませんでした。